はい、お引越しの2日前になるのかな。今日と明日で、部屋を全部梱包しなければいけませんが、まあまあ予定通りのスケジュールかもしれませんが、ぴったりなのでもうちょっと、早めないとね。何があるかわからないので、何があるかわからないのは昨日ジャン君ですね。ちょっと高いところにハンモックを避けておいていたところ、そのハンモックに乗りたくてですね、飛びつきました。そのハンモックは、足場が悪くてですね、そのまま落ちてきて黒犬パパの、コンピューターに当たってしまい、コンピューターも倒れてしまい、その後復旧するのに結構かかってしまい、大変でした。まあそんなとこに置いていた黒犬パパが悪いんですけれども、すぐにですね、ハンモックは解体し箱の中に入れました。これが、はい、無事でよかったです。一斉のせい、このような状態に、家がパンダだらけになっているわけでございますが、これが2部屋目もいっぱい集まり始めています。これが過去にあった棚です。はい、この辺のですねカメラ類とかも今日、生放送を終えたら、全て梱包することになります。はい。